ダメージ大きいですよ、またもかっていうぐらいの感じになってしまいますからね、選手からすると。さあ今柳田が呼ばれました。ヒーローインタビューを聞きいただきましょう。放送席、そして鹿児島のホークスファンの皆さん、逆転サヨナラツーラン、柳田選手です。やりました、ありがとうございます。汗もキラッと光ってますけれども、まず打った手応え、感触いかがだったでしょうか。いやもう芯に当たったんでホームランになるかなと思って、すごい興奮しました。1点リードされているという状況でランナー1人いました。一発出れば逆転という場面で敬遠もあるのかなという見る向きもあったんですが、勝負してくれましたね。いやもう打率も低いですし、絶対勝負してくると思って腹くくって打席行きました。そういう中で相手の守護神から打ったという、そのあたりも貴重な一発になりました。すごい集中できて、すごい集中できました、はい。まあ、沢手投手が投げていて1点を失った、あのままいけば負け投手になるというところで、その負けも消すというホームランになりました。やっぱ沢手は黒星似合わないんで、はい。よかった。まあ、鹿児島というと内川選手、鹿児島男の異名もあるんですが、今年は柳田選手になりましたね。いただきました。ホークス球団としてはこれで鹿児島のゲーム8連勝になりました。いや本当、鹿児島の皆さんの熱い声援でこういう勝ちが続けてるんで、もっともっとしたいですね、はい、鹿児島で。夕日が傾いてきましたが、本当に最後まで熱心に応援してくれました。鹿児島のホークスファンの皆さんに最後メッセージお願いします。皆さん諦めずに最後まで応援ありがとうございます。これから福岡に我々は帰りますけど、鹿児島からまた熱い声援、球場にも足を運んでください。本日はありがとうございました。逆転サヨナラツーラン、柳田選手でした。放送席どうぞ。新たな鹿児島男誕生かという柳田悠岐、見事なサヨナラツーランホームラン、ヒーローインタビューをお届けいたしました。まあ、鹿児島でここの球場で8連勝、まあ、これは1年1回ということも考えると逆にすごいことですよね。そうですね。まあ、しかも1995年から、まあ、もちろんちょっと間隔が空いた時期もあるんですが続いているという、まあ、とりわけ新幹線なのか開通してからは、もうずっとホークスがここで負け知らずとなっています。今日はかなり劣勢なモードもあったんですが、それを覆す一発、まあ、そして澤手は黒星に合わないんだという名言チックな、ね、ものを残してくれた柳田選手。